おはようございます。今日はですね、はい、安くてうまい店を探そうよっていう企画です。最高だね。俺らってさ、ぎゅうぎゅう行ったりしたよ、はいはい、間に合わないなと。まあ確かに身の丈に合ってない感はある、ね、そうぶっちゃけ安くてうまい店の方が知りたい。まあ2人だってさ、その安くてうまい店探してる中でテンション上がってたから、いやそうなんだ。いいかなと思って、いやめちゃめちゃいい企画、はい、やっぱコスパがね一番大事だよ結果ね、動画とかもそうだよね、いかに短時間で撮影して高い再生数を狙うか。そういうこと言うなよなんでそういうやりとりでもあれだよね、今回港区縛りなんだよね。あ、そう最初はだから港区で500円で食える店でないだろうと思ったわけですよ。新橋っていう穴場がありまして、サラリーマンの方の街って言われてるぐらいのとこなんで、まあ、コスパがいいお店がたくさんある。いやめちゃめちゃ港区で500円面白くねって始まったのに結果全員新橋。そうなんだこれ1店舗目です。嘘そう、結構有名なんだよ。あ、そうなんだ。店舗数が多くて、とにかくやっぱり安さが売り。ちょっと行ってみますか。はい、邪魔します。あ、すごい、めちゃめちゃ入ってきた。いや、わかる、いや、お前入ってないですよね。うわ、すごいな。あんな盛りだって今の男が好きなやつか。いや、もうほんとそう今日結構、まだこれが見て、唐揚げだ、大人気唐揚げの日で来たね。そうです。わあ、いいわ。3人で食べるの？3人で1個。それで OK？ OK で。あ、そうなんだ。1人で1個食べたいぐらいだね。いや、もうそうなんだ。でもまあ、あとね、2店舗行くからね。あ、そっかそっか。あ、すいません、じゃあ注文いいですか。はい、唐揚げをください。唐揚げで、はい、よろしくお願いします。あ、楽しみだな。ハンバーグもホルモン全部食べたい。しょうがないカレーが美味しそうじゃない。めっちゃ美味しそうだと思う。何でも美味しそうなんだけど、絶対カレー美味しいよ、絶対。だって牛すじカレー頼む。うわー、食べれたでしょうか。あ、まあそうだね。今何時だっけ。11時、12時前、12時ぴったり。こっからさ、増えてくるんだよね。増えてくる。こう回転めっちゃいいと思う。回転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 スピード感いいっすね。いいね、はいはい、すぐ来た。こんなとこのカレーが絶対美味しいっすよね。絶対うまい。うわ、音いいっすわ音が、うん、マリギューで、おー、いい、うん、うまっ、うん、これって500円やばい。これね、おい、500円とかさ、早いとこって冷たい印象があった。はい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 、でもちゃんとあったかい。ちゃんとあったかい、うん、しかも5個入ってるから、ね、で、500円揚げたての感じ、パリパリで、うまい。じゃんけんしようか。じゃんけんはい、こうでしょ、はい、こうでしょ。すごい、ブーツしたっけ。そうだね。じゃあ俺とそのレート、うん、ごめんな、ごめんな、食べたかった。いい、今日でもご飯食べていいか。何ご飯食べた。ソースこれを辛味かけてもうまいらしい。聞いてたね。え、まさか黒っ、黒はい、卑猥だよ、卑猥だよ、中学生うまっ、うまっ、うまっ、めっちゃうまい。このソースがちょっと俺革命だわ。最後タバコ吸めますからね。あ、そう、それすごいですか。それで最後令和とは思えないすいません、タバコ吸っていいんですか。あ、大丈夫でしょう。髪も大丈夫ですか。大丈夫でしょう。最高や。飲み屋で来てもいいね。1軒目でさ、ちょっとギャーげねみたいな。あの男飲み。そう男だけで。今日どうするみたいな。ラウンジ行くっしょみたいな。3人でさ、カウンターでさ、定食を付き合ってる感じ。なんだかんだ私生活はしないことなんだよ。だから楽しい。確かに。なんか店で必要罪悪感はしてるみたいな。確かに。せーの、ごちそうさまでした。さて、じゃあごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。すごいわ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、安い顔でか。いや、そこ関係ねえ。500円の小ささが目立ってたよ。いやいや、顔500円でもと比べるやつには近寄るな。はい、どうも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、うまかったね。美味しかったですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。カルビなかなかいいライン攻めたね。よかったっすよ。やっぱりこういうことだね。こういうことです。うん、いや、もういないよ、桜。いや、あれいないの。あれ存在しないよ。パネサギ。パネサギじゃない、いないんだ。いないんだ。いないんだ。
え、行ったことない。次はあの終焉店という焼肉屋さんですね。あ、焼肉？焼肉屋さんってランチめっちゃ熱いんですよ。高いお店とかでもランチだとワンコインとかで食えたりするんですよ。なるほどね。なんでそれは知らんわ。これ理由知ってるんだけど、昼って松阪牛だとしても、うん、夜使わないメインじゃない肉を出すから安いんです。なるほどね。っていうらしい。美味しいんだもんね。美味しいんだよ。だって肉の素材変わんないじゃん。はいはいはい。だからまあサブちゃんみたいな感じじゃない。あー、なるほどね。サブちゃんはサブちゃんでおもろいとこあるやん、ね、確かに。だからサブちゃんみたいな感じかな。あー、サブちゃんみたいな感じなんだ。そうそうそう。結構場所わかるよ。香り一応見てるよ。すごいな、そのプリプルタスク取って歩いて調べて。うらやましくない。なんか人間としてなんか成長したの。いや、多分どっかぶつかると思う。なんか主演人は宮崎牛。え、宮崎牛昼から食えんの。そうなんです。ワンコインで。だからなんかお金ないけどちょっと贅沢な気分を味わいたいなと思って言うときランチがすごい狙い目です。なるほどね、はい、ちゃんといい肉行こうとするのは壁王っぽいよね。あいやでも新橋ちょっと居心地いいわ。今住んでるところよりも全然居心地いいもん。ホーム感がすごいあるな。なんでだろう。なんなんだろうね。袋っぽいからね。いつから袋がホームだ。あ、これじゃない？高そうだよね。契約農家直送だって。なんかすごそう。なんかすごそう。なんかすごいよ絶対。ここ錦戸さんと堤さんじゃないですか。錦戸さんと堤さんではない。パネソニックでは。新橋で飲んだことある？俺ない。あるけど。俺ある。あるもともと俺なんかさ、会社でオフィス借りようとしてて、新橋に借りようとしてたことがあって、はい、その時に結構新橋来てた。ああ、なるほどなるほど。全然あんま。ありがとうございます。はい、こちらは松屋のゲームでーす。中尾かな。中尾じゃねえ。チェーンじゃねえ。あ、いいよいいよ。いいよいいよ。ご飯しかないよ。紅生姜。紅生姜丼。うまそうだわ。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。いっぱい食べてね。ありがとうございます。はい。一回行くのいいですね。まあまあ、どんだか。どんだか。どんだか。あ、まあ、確かに下に乗せた方がいいですよね。そうそうそう。俺、そこまで考えてるから。うん、ご飯の上にご飯で。ご飯、ご飯、ご飯。で、これにちょっと。うん、これにちょっとないですか。紅生姜。なんか全部サブなんですよ。焼肉丼だよね。焼肉ください。いや、でもご飯はメインだ。マジです。ご飯はメインだ。日本人だろ、帰国人は。なんか肉少ないな。うん。早く食べたい。お前肉しかねえ。自分の時に肉から。まあでも分かる。配分むずいよね、こういう。確かに。肉あるから食べ。あ、いいっすか。いいよいいよ。食べて。自分の分めっちゃ少ない。これ大丈夫っす、うん。ありがとうございます。いただきます。いただきます。うまっ。うまい。あ、ごめんなさい。松屋とか全然違うわ。うん。めっちゃうまっ。うまっ。え？これ500円。これ来ちゃう。うん、新橋で働いてる人楽しくない？これ最高だよ。昼休みが楽しみになる。そうだね。どこ行くみたいな。確かに。でも500円だよ。500円のこれでな。うん。めっちゃうまいです。うん。うまい。美味しい。うん、うまい。今あれでしょ？同僚3人で食べてるみたいなもんで、ね、そうそうだよ。しかもはしご。貧乏だった頃思い出すわ。500円を3人で食べるっていうのが確かに。やりそうじゃない？やってたと思う。やってたよ。むしろやってた。ペヤングを分けましたけどね。ね、うん、もう死にきつですね。マチャさんなのマチャさんなのマチャさんって普通の秋も言うもん、ね、マジ食いたい、デスドン。あ、ごめんなさい。なんでだ。デスドンを食べたいずっと言ってんの。ずっと言ってんの。ずっと言ってんの。結局500円よりお前いいもん食いてえやん。あんてコスパで1000円でこれやばくないですか。いや、やばいよ。おもろいけどね。毎回絵帳だけ追加注文で食べたいもん食べて。また食ったんか。食べたかったらいいけどね。俺のあと食欲舐めない方がいいな。かっこよ。え、なんかかっこよかったね。憧れるっす。憧れるな。今のちょっとやばかった。憧れるっす。なんかかっこよかったっす。俺の食欲舐めない方がいいっす。わかめスープも最後についてるっすよ、ご飯も。うん、うまいっす。うん、美味しい。なんかちっちゃい声出るの。でもなんかちょっと声を抑えちゃうの。うん、いや、うん、まあやっぱ俺らしかいないと言えどもね、撮影してるとか見てる人って、うん、そんなコソコソやるんだとかって思ったそうじゃね、うん、確かに確かに。陰キャの集まりみたいな。テレビとかはね、なんか、ね、なんかちゃんとわーって声張るイメージ。でっかいカメラを用意して、うん、スタッフもいて、うん、ってあるじゃん。俺ら iPhone だろ。iPhone のこの規模感でやるからちょっと恥ずかしいよね。ホームビデオに撮影してるんですかみたいな。本当に乗るんか、うん、YouTube に。今日4時からあれ撮るんだよね。これ一回帰っていい？いいよいいよ。こちらにご飯あげてないから。ペアン出るのない。ない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 。毒入れられないから。
ごちそうさまでした。これちょっとレベル高いわ。うまさと安さ、これのコスパス、これ最強じゃないですか。これは俺このお店の雰囲気もいいわ。いや確かに確かに、ここも結構パッと食べれますよね。やっぱランチはスピードなんだな。本当にそう、回転しないとね。あんちゃって回転回転しないとね。回転したがるね。したがるな。欲しがるな。回転。いや自分で。え？そんな回転やん。550円だりか。あ、550円。はい。うわあ、美味しかったです本当に。美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー美味しかった。めっちゃうまかったさ。美味しかったけどやっぱあれチョンボだよね。え、なんで、なんで、だって500円飯って言ってて。まあ、うちは50円。じゃあ50円で俺自腹出しますわ。それと視聴者さんにもみんな50円払わなくてはならない。じゃあ、もしじゃあ、あそこに食べに行ったら、平行が全員50円あげる。はい。ちゃんと。DM くれたら。ね、あげるんで。DM くれて、ちゃんと予定がスケジュールあって。いや、振り込みだから。振り込みだから。振り込み。50円。きっつわ !50円振り込みだから。皆さんごめんなさい、チョンボしました。いや、でも確かにレベル高すぎたわ、ちょっと。あれ、550円であれってやばくないですか？ちょっとびっくりした。新橋で路上アンケートしてみたい。何 YouTube 見てますって。まあそれはすごい気になるね。聞いてみたくね。 YouTube 見てなさそうな人多いよね。なんでずっと耳たぶつしてるの。伊集院さんがあるから。え、ないよ。新橋駅前ビル。あ、あれだあれだ、駅前ビルって書いてある。どうやって違う行くの。あー、なるほどなるほど。詳しい。新橋マスター。パワー。やめな、それ。俺の耳たぶより視聴率ないよ。ねえだろ、それ。あー、ほんとだ。あるあるある。あれ、今日は？あれ、今日がいない。何、どうしたどうした。ありがとうございます。あー、いいですよ、全然。ありがとうございます。あー、見てください。ありがとうございます。なんで兵器いなくなったの。他の一緒にいたよね。え、あいつ取れたか考えてる。あ、いたいた。なに、神隠し。なになになに、なんでなんであっちにいるの。なんでなんであそこにいるの。いや、女の子が笑った方が早いから。いや、それ言えよ。遅かったよ。協調性のかけらもないよ。あった、こちらですね。オクトネっていうね。ほう、マジでうまくて。このお店だけお客さんが多い。今までいろんな方が一番うまいってコメントめちゃめちゃあった。それすごいな。しかも、じゃあおすすめが、舞茸の天ぷらのそば。舞茸もめっちゃでかいです。そうなの。本当に普通にそばやったし、普通に食べたくてきた。普通に食べたい。いいなぁ。結構安い。店の佇まいいわ。めっちゃ安いです。460円。安くないですか。安いよ。お客様で280円です。え、4人になった俺ら。うん、そうだよ。4人になった新メンバー。すごい、これすごくない。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。めっちゃうまそうでしょ。やばい、これやばい。460円よ。これ安いね。お釣り来るのよ、500円で。さっきの50円ここに来てるってことですね。いやいやいや、その調整してんねんから。無理やりか。10円はみ出てるし。かけるからね。ありがとう。すごいよ。だいぶ見えない。顔が隠れちゃう。隠れちゃう。お前そば好きだよね。年取るごとにね、そばがうまく感じてくるんだよ。で、わかりますよ。ね。いいってこれ。昔からそば好きだったからね。ああ、だから昔カットしとったよな。でも、うどん派だったかも、俺。そばって腹たまんないじゃないですか。腹たまるたまんないで、あんま考えてなかった。確かに。俺デブじゃねえし。俺もデブじゃねえし。あん？ここで喧嘩しない。じゃあ、食べましょうか。俺だけいいんすか、こんな。いいよ、いいよ。うまっ。美味しい。あ、マイタケの先生、美味しい。美味しいね。最高。ランチメニューじゃないから。朝からやってるから。だから飲み終わった後とかに、7時からやってるから。おぉ。だしうまい。だしうまいよね。しかもさ、このマイタケのさ、味がさ、天ぷらだけじゃなくてさ、つゆにもしてる。キノコの風味が効いてるそばになってる。じゃ、細かいんですよ。マイタケ。ね。だから、よりこのだしにフィットするといい。わかるわかる。マイタケの味すごいやろ。キャラどうした。何を。舞茸の味すごいやろ。舞茸すごい。舞茸すごいやろ。舞茸すごい。そば食ったことないやろ。舞茸すごいやろ、これ。舞茸好きなの。俺めっちゃ好きなんですよね。でしょ。俺も好きだよ、舞茸は。どう、みんな仲間や。仲間や。仲間や。すぐ持っていく。いや、うまそう。いいね。これもう一回あの終焉って戻ってレッスン食べましょう。ずっと食べたかった。はい、ということで。いや、美味しかった。美味しかった。どこが一番好きやった。まあでも俺はやっぱ1軒目のへそ。あ、へそね。
やっぱインパクトもあったかな。まあ、あのね、最初のなんかウェルカム新橋感がすごかった。そうご飯が美味しかったの。あ、飯ね、白ご飯ね。そうで、俺それポイントめっちゃ高かった。あ、飯がうまいとこはね。結局はどこが良かったよ。俺やっぱ終焉店かな。あ、まあやっぱ自分のとこになっちゃうか。いや、コスパと、コスパっすね、うん、美味しさと値段のコスパ。あ、コスパめっちゃ気にする。これめっちゃもう抜群だった。言うくせに50円オーバーしてるからな。コスパコスパ言うくせに。いや、550円のあの味だった。まあまあまあ、めちゃうまかった。確かに太まは奥斗根だろ。あ、それそうだね。うん、それで俺はリアルに蕎麦めっちゃ好きだから。そうだね。出汁がやっぱめちゃめちゃうまかった。出汁美味しいっすよね。うん、あと早い、異常に。いや、でも楽しかった。いや、この企画マジおもろいね。なんかこれ新橋だけじゃなくて、やっぱ他のとこ行きたくなっちゃうね。しかもこれ3食やっても2000円いかないっていう。確かに1500円だから、ね、やばい。これ見てる人とかで、ここいいですよって言ったら教えてほしいよね。確かに、どんどん500円でいいですよって言ってもらったら。いい店だったら知ったわ。うん、知りたいよね。俺らどんどん行くんで、うん、どこにでも行きます。ということで、はい、この動画が良かったらチャンネル登録とコメント、高評価、積極的掲載をよろしくお願いします。ということで皆さん、バイバーイ。バイバーイ。いけるゲジョ回転毎回言うやん。